メンム、ありがとう、嬉しい、優しいね。なんか寒くない？もう寒すぎてレッスン着、私も長袖になりました。寒い。新潟って秋ないんですか？本当に寒い今。ないんだ。寒い。寒いの。寒くてレッスン終わってから寒い寒いって言ってた。でも多分汗かいたから余計よな。扇風機つけてます。え？あ、星ありがとうね。嬉しい。みんな4期生のトークショースペシャルトークショーとかスペシャルライブ来てね。なんか体調崩しそうなんです。なんか今めっちゃ喉にすごい違和感があってやばくて、やばい、免疫が下がってきてんのかな、最近あんま寝てないから。そう、喉にちょっと違和感があるんです。恐ろしい。こんなに私はレッスン頑張ってるから体調は絶対崩したくない。ね、カッコン島ってあったっけ、この家忘れた。そう、なんかなんか突っかかるんですそう、めっちゃあったかくしてる今。乾燥かな、そう乾燥な気がする。乾燥プラス多分睡眠待って、頭ボサボサすぎ、びっくりした今、ごめんねめっちゃ寒い。寝れてないよ。ね、寝れてるっちゃ寝れてるよ。そう、レッスンがそうだね。でも本当にいいライブになるので、あ、バンネコさん、バンネコさんありがとうね、レインボースターなるので、皆さんぜひ、遠いと思うけど、遠い方は遠いと思うけど、お待ちしてます私以上にね、頑張ってる子はもう本当に頑張ってるから、私も頑張らなきゃなーって気持ちですね。でもね、めっちゃね褒められるの私、それが嬉しい。あのレッスン中はね、レッスン期間中に配信終わった後に配信すんの偉い
って褒めてくれた。かゆ太もも。え、こんなと配信すんの？えらいよ。って褒めてくれた。FK さんありがとう、嬉しい。ももか見てる病気結婚したから朝しか寝れない。夜も寝てください。マリオさんのアイドルデビューキャンダ見ました。見たよ。 LINE もし、あ、連絡もしました。マリちゃんデビューおめでとうって。見た瞬間に私送ったらありがとうって言ってくれたよ。おめでたいね、嬉しい。充電器をね、取りに行ってました。なんか泣いてないよ。泣いてないよ、全然泣いてない。もうね、泣こうとも思わない。もう泣く暇があったら寝ます。明日も朝からリハーサルの後に前座がありましゅ。頑張ります。頭パンク しない、してない。正直な声入ります。おや、やったー、楽しみにしてり。最近チャットの通知が来なくなって困ってます。なんで？
壊れてんじゃない携帯。携帯壊れてんじゃない。雨降ってきたんだ。みんな戸締まりしなよ。キャリア変えたら来なくなった。バグじゃん。問い合わせしなよ。ハートありがとう。わかるね。わかる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 。私もさ、夜の雨が超好きなんだよね。もうね、ほんとに夜の雨好きすぎてやばい。もうさ、夜の雨ってなんでこんないいんですか。わかります、ほんとに。サンズのカットファンから開いてみてる。もうそれ問い合わせした方がいいでしょ。何？待って、なんかやばいこと言った。私、待って、怖い。なんか言ったっけ私。私なんか言った今。あれ待って、さっきなんて言った。私待って、思いつかない。なんか やばいこと言った。ん、待って、怖い。待って、もしかしたら頭回ってなさすぎて変なこと言ったかも。あ、大丈夫。あ、よかったよかった。焦った、めっちゃ焦った焦った。そう、夜の雨がめっちゃ好きなんです私。もうほんと好きで、あ、よかった、ありがとう。なんかザーザーに降ってほしいんですよ夜の雨って。ずわーって、もう家の中にいる時の雨がいっちゃん私ね心地いい。紳士と募る雪の音は、いや大丈夫です、大丈夫です、すいません、大丈夫です。雨がいいですね。俺も眠い。お疲れ様。偉いね。偉いね。こんばんは。あ、花束ありがとうね、みーさん。動画サイトに作業用の BGM で雨の音。いや、それはダメ。そのね、雨の音の ASMR はね、私好きじゃないんですよ。だってずっと同じ音だから。そう、リアルタイムの雨の音が本当に好きなの。台風みたいな雨でもいいの。オッケーです。他はね。他はね。他にいない。雷の、雷はいらないかも。雷ちょっと邪魔かもね。マイナさんの生誕の際にもちゃんの公演デビュー。ああ、絶対にないと思います。悲しいですけど。こんばんは。
雨降ってるの東京。ねえ、雨降ってる東京めっちゃ好きなんだよね。ごちゃおならとか腕の話じゃなくて、ダメ音が好きとか話せばよかったのでは。いや別にそれは私が決めたことなので全然何でも大丈夫です。こんばんは。リップもつけてない。はい、つけてません。はい、つけてません。もう本当にドスッピン。はい、こんばんは。こんばんは。私雨の東京めっちゃ好きかも。想像しただけでもやばい。待って、なんかさ、私ね、高速道路とかで前さ、あの東京のおしゃべり会行った時にさ、なんか高速走ってて、その時にね、東京タワーが見えたんですよ。もう私それ見えた瞬間にもう一人でめっちゃ興奮して、待って、東京タワー見える、東京タワー見えるってずっと言ってた。じゃあマネージャーさんに、って言われた。レインボースターありがとうございます。なりさん、初めて見てないけど、やっぱ私東京タワーっていう、東京タワーと夜景がほんまに好きなんですよ。もうね、私夜景が大好きな人すぎて、タワマンに住みたくて今。そう、夜景大好きすぎてタワマンに住みたいんです。そうだからもうめっちゃ興奮した。東京タワーがいい。スカイツリーじゃなくて私東京タワー派かも。めっちゃ東京タワーに住みたいです。待って、違うわ、タワマンか。めっちゃタワマンに住みたい。新潟に作ったら、東京タワーが見えるとこがいい。夜の東京タワーも、そうなの。でも多分ね、私思うんですけど、タワマンって多分1ヶ月で飽きちゃう気がするんですね。だから半年契約がいいかも、タワマンは。その後はもう本当にどこでもいいって思います。そうだから半年契約が良くて、タワマン。それか1ヶ月に1回夜景が見えるめっちゃ高級なホテルに泊まりたい。で普段は普通のマンションでいい、マンションとか一軒家がいい。で1ヶ月に1回めっちゃ綺麗な夜景が見えるホテルに泊まりたい。新潟して、捨てるわけないじゃないですか。高いところ好きなの？待ってちょっと待って、やばい、ネタは来た、ネタは来た、ネタは来た。頑張ってよかった、今日レッスン。タワー来たんだけど、めっちゃ嬉しい、ありがとう。やったー、渡辺三郎さん、二部郎さんだっけ、三郎さんだった、渡辺三郎さん、やったー。嬉しい、ありがとう。このタワーで東京タワーを見に行きます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。このタワーで東京タワーを見に行きます。やったー、ありがとう。
嬉しいなり。ごめんなさい、サブローさんだった。サブローさん、ありがタワーだよ、嬉しい。東京タワー、また私が東京タワー見せに行き、見せますね。やった、ありがとう、嬉しい。あ、お元気ね、ありがとうね、本当にたくさん嬉しい。渡辺三郎さん、ありがとうございます。ごめんね、すっぴんで。東京タワーエピソード楽しみにしとこう。そう、私ね、人生初めての東京タワーはね、同期の松坂沙穂と行ったので、そう、ごちゃでは女友達と行ってって言ったんですけど、あの女友達は実は松坂沙穂ちゃんでした。沙穂とレジャーシート引いてマクド買ってピクニックして、で東京タワーを見ながら2人でイヤホンして、なんかパクパクマクド食べてた。え、そうだよ、沙穂だったの。2人でイヤホンして、エモいねって言いながらマクドパクパク食べてました。写真撮ろうって言って写真撮って、そう、夕方の5時ぐらいから行って6時半7時前ぐらいまで2時間ぐらい、なんか日が沈んで夜になって、で「え、寒い寒い沙穂」って言いながら寝転んで2人で、そう、レジャーシートの上で2人でゴローンってして「ね、寒い、帰る？」って帰った。めっちゃ前だけど、エモいでしょ。そう、初めて東京タワー見た相手はサホちゃんでした。サホちゃん、そう、イヤホン片耳してバウンディさんの東京フラッシュ聞いたの好きなの、東京フラッシュ。そう、だから東京フラッシュ聞いて、え、エモいね、最高だねって言って二人で聞いてた。で、私バウンディさんの好きな曲がまだまだあるから、その曲一緒に聴いてほしいって言って私がかけて、サホと二人で、え、この曲いいねとか言いながらそう、マクドパクパク食べてた。え、これ美味しいとか言ってそう、女友達ってその時一旦言ってたんですけどそうそう、そのごちゃの時ってその同期の名前って出していいのかなって、あの時まだ判断が分からなかったから、一応同期って言われたら誰って言われそうだったし、しかもサホの許可も取ってなかったから女友達って言ったんですよ。だから自撮りっていうかツーショットもあるから、またチャットに送ります。そう、そうだったの。あ、お花ありがとう。そう、私の判断で、あ、今は言うのやめとこうと思って。え、メンバーって言っても誰ってなりそうじゃん。同期とか言われたからあれだけど、あれあれ、ん、同期って言われてもはいってなって、え、誰ってなっちゃったらあれだから、女友達って言った。私はその時、しかもあの話の流れ的になんかね、絶対ないけど男の人と行ったんじゃないかっていう噂が立っちゃっても嫌だったから、私もだから女友達って言ったのそう、そうなの。でも今やっと答え合わせができれてよかった。そう、女、そうね、ちょっとでも勘違いされたら嫌だし、そうで、そんなこと絶対私しないってここに誓うぐらい本当にしない、そんなの約束する。
当にね、みんなを悲しませるようなことは絶対にしない。私もう本当に言うわ、絶対にしない。そう、サホと行ったんだっていう話をした。今前も軽く言ったんだよ信じてくれるの、ありがとう、嬉しい、信じてね。あ、ありがとう。お花、あ、もうこんな時間でした。終わるか。13位、グリーンティーさん。12位、山ジョヌマさん。11位、事件ですさん、事件ですさん、ありがとう。10位タケルンさん。9位大将さん。あら待って、8位ハマジさん。7位マツワさん。6位ナオユキさん。5位ミーさん。4位ノリさん。3位 F ケンさん。2位バネコさん。そして1位が渡辺三郎さんです。タワーありがとうございました。嬉しい、ありがとう。タワーの話してたらタワーが立ったわです。ありがとう渡辺三郎さん、嬉しかったよ。レッスン頑張れてよかった、ありがとう。タワーくれて嬉しいよ。はい、というわけで皆さん、短い配信でしたけれども最後まで見てくれてありがとうございます。嬉しかったわ。今日も楽しかったわ明日も頑張ったったわ。ん？ちょっと違うかったね。よかったわはい、じゃあ明日もレッスン頑張るね。あ、そうだ、明日は夜公演ですけど寝落ちしてたわ寝落ちしたらするべきたわ全然違うかった。明日の夜公演出演、前座出演しますので、よかったら見に来てください。で、今週の土日は横浜でブースティー祭りがあります。スペシャルライブでは HKT さんと NGT のコラボもあると思いますハイタッチ会もあります。4期生のトークイベントもあります。お楽しみに。あとは大釜のおしゃべり会が間もなく受付終了すると思いますなので皆さん、後悔だけはしないようにたくさん会いに来てね。ということで、私はお風呂に入って寝ます。ではおやすみ、バイバーイ。ゆっくり休むね、ありがとう、バイバーイ。またね、おやすみ、来てくれてありがとう。明日も頑張ろうね、ももかも頑張るから頑張ろうね、バイバーイ。